えー、こんにちは川島でございいまますす、えー、よろししくお願いします、えー、私はこの駒場の、えー、教養学部の所属でして、えー、赴任して10年目になります。えー、駒場というところはです、ね、東京大学のまあ各学年、まあ、学部は大体3300ぐらい学生いると思いますが、えー、学年3300人のまあ1年生、2年生、ほぼ全員が、えーまあ、駒場で過ごすことになります。 で学部3年に上がりますと3千0 0中の3000 300ちょっとぐらいみんな本郷に行くんですが学部、まあ、教養学部というのは34年もございましてそこに200人ちょっとは学年ごとに残るということになります。ですので学部3年生がこの駒場に34年で4500人を得るという感じですで。大学院生が果たして何人ぐらいこの駒場に生息しているか分かりませんが多分1000人というオーダーでいるはずです。1, ここにいるはずですのでえまあ平均まあ本郷に比べればあの平均年齢は若いキャンバスかなという感じがします。最近少し変わったことがあるとするとあの風景というよりはいわゆるサウンドスケープですね音の光景が変わりましてやはりあの外国語のコースができたこともあってねあちこちで英語等々の外国語が聞こえる機会が本当に増えました。 で私はこの駒場では大体3駒授業をやることになっていて、その学部の1、2年生のまさに教養課程の学生に対して、えー、国際関係の歴史を教えるというのがございます。また、学部の3、4年生の学生とりわけ、私が属している駒場の国際関係論ですね。あのとりあえず変わった学校であの国際関係論が、いわゆる IR が駒場にあって、国際政治は本郷の法学部にある、IP は本郷にある、ちょっと変わった学校なんですが、まあ その国際関係論の専門家庭で一コマ教えていてでかつ大学院の方で一コマ教えるというそういう感じですですのでまあ春学期は3コマ秋学期3コマという感じで授業をしていますで大学院の方は多分研究者養成のコースですのでえ多分皆さん出られてもよくわからないこれをやることに一体何の意味があるんだっていう感じのことをやってえ中国の 100年ぐらい前の外交文書の手書きの墨で書いた文字の漢字の解読から始まりですね、わけのわからんことをしこしこやるということで、多分意味がないと思われると思います。ただまあ,あの、そういうことをやる中でですね、まあ、歴史を中心にして教えながら、現状についてもということを、それもまあ教えることになります。とりわけ学部の初めの方、あるいは院生の中にはですね、現代の中国のこと、 あるいは現代東アジアのことに関心を持つ人が多いのでどうしてもそこの面についてもまあ話をしなきゃならないということも出てきますで今日もお題をいただいたんですけれども、まあ、あの私も高等学校の世界史のテキストと書きますのでそれこそは「偏戦争」とかです、ね「侵害革命はどうしたって話をしてもいいんですが、まあ、現状に近い話をまあできればしようかなと思ってこういうようなテーマを準備しました で主に中国を中心にして、昨今の東アジアの情勢について触れてみたいというふうに思います。まあ、あのトランプ大統領が、まあ、もしかしたらペンシルバニア等とで、ウィスコンシンで、あの投票の数え直しが行われて、どうなるか知りませんけれども、とりあえずトランプという方が大統領に選出をされて、来年から新しい政権がスタートするわけですけれども、世界はまあ激動しているというふうによく言われるところです。 で何がそんなに大きな変化なのかというのはなかなか難しいところなんですが、えー、私ども,もこう世界史の教科書を書いていて非常に悩むのはですね、えー、世界史の出口なんですねで5年10年ぐらい前はですね、えー、まあ科学の進歩技術の進歩っていうのに一定の信頼があって、えー、かつ世界はこうグローバリゼーションに突き進んでいって かつ EU のような地域統合でまとまっていくのかなといったような雰囲気があったんですけれどもえ東日本大震災のあとでもって我々その科学というものに対する信頼ですね技術への信頼が由来できてそこもクエスチョンがつき始め EU があんなことになってますので地域統合できるということも言えず えー、グローバリゼーションに対してアンチの方が今度大統領、あの方はグローバリゼーションにアンチとは言ってませんが、まあ、自由貿易にアンチですね、グローバリゼーションもクエスチョンがつくと、そうなりますと、一体ど,どっちへ向かうのかって非常に難しいことになってまいります。で、えー、最近また、まあ、新しい社会科の科目についての審議が始まっていて、えーまあ、今からまあ数年先にはですね、今の多分、中学校、小学生ぐらいからですかね、 新しい歴史の科目で、歴史総合という科目ができるんですね。これは2単位で、理系も含めて事前必修の科目が今作られようとしています。ちょうど中教審で、えー、まあ審議が終わって、新しい科目、新しい歴史総合という科目のキーワードは3つあると。1つは近代化、2つ目が大衆化、3つ目はグローバル化と。我々、のけぞってしまいましてですね、これでいいのかと。 つまり、IS、イスラム、あるいは中国、インド等々のいわゆる侵攻パワーが出る中で、えー、近代化大衆化グローバルっといわれるとまた西洋中心主義なのかと話を聞いていくと最近の高校3年生は投票もするので、えー、もう一回こう選挙の意味民主主義の意味も考え直してほしいという要望がいろんな方面からあってありましてギリシャ・ローマ教育の復活ですね。 ギリシャ・ローマとです、ねえー、フランス、イギリス、アメリカの市民革命の過程をもう一回ちゃんと習うって、これあの、今から30年ぐらい前に山川の復活なんですね。これに驚いてしまっているんですが、もう、もうしょうがないというところです。ただ、今、なぜこんな話をしたかと言いますと、今おそらく起きている大きな変化は、前に書きましたけれども、19世紀以来の、まあひらがなってますか、西欧中心、ヨーロッパ中心の,その秩序の転換点が来ているかもしれないと。 つまり、近世の時代、1700年代から少なくとも1800年代の頭ぐらいまではですね、アジアの国々が世界の GDP の多くを占めていた時代、それに対して、主に西ヨーロッパ、そしてアメリカがそれに挑戦をして、新しい時代を作ってきたで。日本はうまくそこに乗ったわけですけれども、それが150年間ぐらい続,て続いてきていて、そう簡単にまた元の1700年代に戻るとは思いませんけれども、 どうも19世紀以来の,その西洋中心のあるいはアメリカ中心の世界秩序については多少の調整が生まれてくるあるいは変容するという時代に入ってくるのではないかということになっているわけでそれは実際の秩序の面だけではなくてパワーの面でもアメリカやヨーロッパの力がまあ少しずつ衰退する過程に入っているという中に入っている,んですで日本はなるべくそのまあ既存の秩序の中で 生きていこうとしているわけですが、やはり普遍的価値と言われるものに関しては、だいぶクエスチョンが出てますし、えー、皆さんも同じのように、最近、民主主義国家、民主主義の地域は減少しているわけですね、急速に。また、民主的に的に決まったことが決まらない、えー、決まったことに対して議義が出て、つまり選挙で投票で決まったら、結果はしょうがないっていうのはこれ、民主主義の大前提のはずなんですが、そこが崩れ始めていると。 いうことになりますオバマ大統領は世界の警察であることはもう無理だというふうにはっきりと明言しているわけでありまして、通常の変容というのは明らかになってきているわけです。で、新興勢力の代表である中国は何をしようとしているかというとですね、これもまあ別に習近平さんにインタビューしたわけじゃありませんの、ね、で分かりませんが、えー、少なくとも文字面のあるいは実際彼らがとっている行動の面から見ると、 どう見えるかと言いますと、中国は決してグローバル化等動に反対してきたわけではありません。ここがまず大事なことで、中国は何も、その何もかもに関して反対しておらず、事実上、むしろグローバル化の波に乗っかって、経済発展をしてきたわけです。特に経済、金融面はそうです。まだもちろん、ここに随分反論があって、これは自分が乗るだけであって、他の国が自分の国に入ってくることはノーというんですね。自分は波に乗る。 でもその波が自分の内側に入ってこないように堤防を高く作るんですね。そういうことをやりながら中国は乗ってきました。で、えー、本当に類まれな1970年代以来、も、ま、う、あ、あ80年代以来といいでしかね、1980年代以来、10%前後の成長を30年近く続けたわけです。天安門前後で少し減りましたけれども、ほぼ,ぼずっと横ばいの成長を続けて、今や世界第2位の経済大国になりました。 日本の経済力のほぼ3倍、まあ、2倍以上の経済力を現在中国が持っているわけです。えー、パーキャピタつまり一人当たり GDP 今現在日本はまだ中国のお数倍あります。ただよく考えてみると、えー、日本の人口は中国の10分の1です。えー、ですので中国経済が日本の経済の10倍になると一人当たりの豊かさがほぼ同じになる。 わけですね、で今現在、向こうはほぼ2倍、でこちらは大体3万、えー、あります。で、3万強ありますね。で、向こうがですね、中国が一人当たり大体今7、7000、8000なりつつあります。で、これが9001万になると、つまり中国の一人当たりの GDP が1万を超えるということは、日本の経済力の3倍を超えるという意味です。これ、まもなくやってきます。おそらく2020年より前に来るでしょう。 非常に急速に中国は発展して、もちろん今6.7%なので、前よりは落ちています。落ちていますし、これから中国も労働人口減りますから、そんなに簡単ではありませんけれども、しかし、日本より巨大な経済パワーがですね、毎年5%前後で成長したわけですね。アメリカも3%です。で、アメリカは特殊です。なぜアメリカは特殊かというと、あの国は高齢化しないんです。あの国はずっと移民が入ってくるんですから。 高齢化してない、いわゆる人口ボーナスですね。それを受け続ける国なんですね。で、中国と日本はそれありませんから、共に高齢化していきますが、日本の方が早いということになります。で、私、今、あえて、その GDP の話を出したのは何かと言いますと、普通ですね、一人当たり GDP が4、五0 0 0超えると、これはもう発展途上国ではないんですね。普通、援助を受ける国ではありません。大体いい3000超えてくると変わってきます。しかし、中国は依然として自らを発展途上国と言っています。 しかし、世界第2位の経済大国ですので、発展途上大国という、そういう言葉を彼らは生み出しました。ちょっと一回、中心国ということも言ったことがあるんですが、まあ、最近はそう言いません。で、えー、つまり中国は、えー、世界の秩序の進、まあ、者という一面を持ちながら、自らは途上国だというふうに言っています。なぜかというと、先進国が作っている秩序、それは一部享受するけれども、それを作る側には回らない。 つまり先進国が果たしている責任というのは負わないよというふうに言っているわけです。ところが中国としてはです、ね、これからおそらくは経済力の面でもパワーの面でも西側の国を上回っていくだろうということで悩んでいるわけですね。このままずっと西側の国にくっついていくのかあるいは自分で秩序を作るのかというそういうことでございまして。 ずっと論争をししてきましたでおそらくは今から10年弱78年前に、えー、中国はある決断をして、えー、独自路線つまり西側の路線というのを、まあ、完全否定しないにしてもかなりの部分で自分自身のフリーに自由にできるそういうような路線に転向するということを決めたんだろうと思われます。えー、2008 9おそららく年年から10年の頃に 中国は政策を大きく舵を切ったと思われます。2009年の総理大臣がどなたったか、ご記憶でしょうか。中国が方針転換をして、よしと、これから大きく転換をして、やや強みに出るんですね。これまで抑え気味のことをやめて、少し強気に出ようと言ったときに、日本の総理大臣は、かの鳩山総理でございまして、言うわ、言うわですね。 東シナ海を融和の海にしようといった瞬間に中国側は無反応ですね、こう、リングの上に出て戦おうと思った瞬間に向こうに笑われたって感じでしょうね、それでこうどうしていいか分からなかったようです。で、その中国外交の話を少ししていきます。えー、中国外交はですね、えー、皆さん、日本から見ていると中国は相変わらずいつも強硬でややこしいんですが、えー、中国の外交を見るときに日本から見るだけでは多分だめで。 自らを北京の方に身を置いて考える。あるいは中国という国を東アジアの国と思ってはいけないんですね。あの国は中央アジアの国でもあり、北アジアの国でもあり、南西アジアの国でもあり、東南アジアの国でもある。そして北アジアの国でもある。つまり、カザフスタンとかいった国々とも隣国として接しているわけですね。モンゴルとも、そして東南アジアとも。ですからもし皆さんが雲南省にいれば、目の前にある国は、どこかといえばミャンマーなわけですね。 新疆ウイグルに行けばカザフスタンですし、チベットにいればネパールが目の前に見るわけです。我々は日本は中国の東側にあるので、どうしても中国が東側に向けている顔、それを中国だと思い込んでしまう。で中国からすると、東側って一番ややこしいんです。つまり目の前に台湾があって、そして米軍がいてで、日本があります。つまり大国なりですね、非常に面倒くさい領域が東側に展開しています。ですので、中国が東側に見せる空顔のみでですね、 中国外交全体を判断してはいけないわけです。で、えー、海外開放の当初編の時に取られた政策が、これはなんと言いますかね、投稿妖怪というですね、投稿妖怪政策というのを取って、えー、まいりました。で、この投稿妖怪政策というのは、まあ、自らを抑える、まあ、自重ですね、あまり出しゃばったことをしないという、そういうような意味がもともとの意味です。 ただあの、実際にはですね、経済を重視して周りの国々を中心にして協調的な関係を築くというそういうものです。もちろん1990年代半ばには台湾にミサイル撃ったりですね、いろんなことをするんですけれども基調としてはそういう基調をとってきました。日本とぶつかり合っていた1990年代ですけれども中国は、まああのまあ、ロシア、ソ連が崩壊してロシアになった後もですね、陸の国境の問題に解決をしましてですね、ほぼ つまり、インドとの国境エリア等々を除く一部ですね。その一部を除いて、ほぼ全体の陸の国境問題を解決しました。そこにおいては中国は、タジキスタンの場合とか別ですけれども、多くの場合には中国側からも領土を相手側に割譲すると。つまり、自らの主張は半分は、あるいは半分以上を譲歩して国境問題を解決しているんです。我々がすると考えられないですね。尖閣やあのなんか難しいそういように見えませんけれども、陸ではそうやりました。 また2002年には南シナ海問題においても南シナ海の島々の問題を事実上棚上げして経済的な関係を優先しました2002年です南シナ海共同宣言とやっていますそういう政策をずっと取ってきたつまりまあ鄧小平から江沢民胡錦濤の前半ぐらいまではです、ね、発展ですね経済発展というものはやはり中国の対外政策の基調にあって発展のためには周りの国とは喧嘩をしない そして国際的な基調に乗るということを第一にやってきました。それが東京予戒路線でした。このですね、際といいますか、その頂点が2005年秋の胡錦涛主席の国際連合での演説だったかなと思います。和解演説というんですが、平和の和に廃会ですね、ご弁に皆の会ですね、和解演説、まあ、ハーモニアス・ワールドとかってよく言いますけど、 その演説でもって、中国は絶対世界の脅威にならないと、平和に発展するんだと言ったんですね。本当にそうなれば、本当に最近、やっぱり胡錦濤さんっていうのはいい人だったなあっていう声がですね、胡錦濤、温化法ってなんでよかったんだろうっていうその声が、中国の知識人からも多く上がります。最近ではワシントンではもうオバマロスが始まって、オバマさんまだいるのに、いるのにもかかわらず先にオバマロスしちゃってる人が多いそうですけど。 え最近に日本でも中国の学会でも胡錦濤って何も決められなかったけどいい人だったんだねっていう声がよくあるぐらいそのあと変わっていくことになりますでその胡錦濤さんが一体何をしたかといいますとつまり1902、まあ、年3年に胡錦濤政権は、えー、まあ整理しますでこの政権はですね何を考えたかというと江沢民の時代にですね経済発展が行き過ぎるんですね行き過ぎるというのは経済発展が悪いという意味じゃなくて 経済発展に伴う変化、格差問題、環境問題、そういう社会問題、農村問題、非常に多くの問題が生まれてしまって、経済の発展の果実がですね、均等に行き渡らないという問題、これは江沢民時代に随分出ました。ですので、胡錦涛さんという人は、これをなるべくバランスよく分配しようという、そういうことを言い出したんですね。これが和解、平和の和に徘徊の回ですね、改逆の解ですが、ハーモニアス、ハーモニーという言葉で表現をしました。 これはあの大変良い話に聞こえるんですがしかしですねかの国は社会主義です社会主義の国で富の再分配というのは当たり前の話ですこれですのでこれはむしろ社会主義の本来の姿に変えるべきであるつまり共産党からすれば共産党の本来持っていた富の分配ですねその論理に帰っていってしまうわけですつまり胡錦涛さんとの前江沢民あるいは前の東昌平 特に東小平たりはですね、もともと社会主義ゴリゴリのイデオローグたちを批判しながら、資本主義的な要素を取り入れてきたわけですね。取り入れてきたら発展して多くの問題を生まれたから、もう一回バランスを取る。これまた元に帰っちゃうわけですね。ですので、皆さんも反日デモのときに、毛沢東のプラカードを持ってた TV のご曲でしょうか。あれがまさに社会主義の本来の姿に変えるという、そういう共産党の中の、あるいは社会主義の保守派の台頭を生んじゃうわけですね。 なぜこんな話をするかというと経済発展重視派は対外政策の面でもなるべく外国と協調しようとしますですので東行妖怪政策というのは経済発展重視派とリンクするわけですねところがそれに対して保守派が台頭する経済発展第一じゃなくて経済発展もあるけども社会主義的な富の分配に重視するを重視するというふうになってくるとそ彼らは必ずしも 対外協調政策を唱えませんんででですすので国内が割れるんですねつまり中国内部においてこれからもなお発展政策を取っていって周囲とあるいは外国と協調政策を取っていくべきだ国際社会とうまく足並みを揃えようというグループともう発展は十分だとかなり発展してきているんではないかと、えー、もはやここはちょっと足,あの足踏みをしてです、ね、むしろ富の再分配やり直すと。 そして中国本来の姿を取り戻すべきだというグループに仲が割れますそういうグループ保守派は東国妖怪こんなのもいらないと言い出します皆さんお気づきでしょうか習近平さんはこの言葉を一言も使った一回も使ったことがないはずです、えー、非常に大きな変化もちろんスローガンですので所詮はスローガンですから中身はどんどん変わっていくんですがやはり露骨に使わないというのはある象徴を示しています そして2006年あたりから言葉に調整が生まれて経済発展重視に対する保守派の台頭の中で、えー、いろんな調整がありました2006年から2008年の中に変化が生まれて、えーまあえー、政策はだんだんと強硬になっていったわけですもちろん中国のこれまでの政策を振り返ればです、ね、社会主義発展途上国というそういうものもありましたし東昇平になって経済大国というのが加わりましたつまり 社会主義と、そして主権を守るという面と、そしてナショナリズム、いろんなものがあったわけですが、中国は新しい局面に、つまり経済発展の先にあるところに入っていったわけです。そして2009年から10年、先ほど申し上げたように大きな変化が出てきます、えー。多分高校生以下の方々はこんなこと言っても記憶にないから無理でしょうけれども、えー、2006年から2008年あたりですね、つまり中国内部でさっき言った意見の分裂、対立ですね、 今後も発展させていくべきだと、発展重視だ、国際協調重視だという意見と、保守派ですね、そのグループがぶつかり合うとき、一つの焦点は日本でした。ご記憶でしょうか、恩加宝が日本にやってきて、福田康夫総理とキャッチボールをし、そして胡錦涛主席も日本にやってきて、卓球の愛ちゃんと卓球をしたうんぬんあの涙ぐましいカッパフォーマンスですね。あの時日本というのはなぜ問題かというと、 経済発展重視グループからすれば日本というのは最高の経済の協力のパートナーになりますところが保守派からすれば日本というのは領土問題歴史問題で最悪の相手になりますですので日本と協調関係を築くべきか対立させていくべきかと思って内部が割れていたはずです、えー、温家法胡錦濤は明らかに日本との経済関係を重視して、あれだけのパフォーマンスを中国国内に見せていたわけですね日本というよりも えー、その時2006から2008、えー、日本は毎年のように総理が変わり時ででございますので、何もそれに応えられなかった。えー、2007年4月12日、温家宝総理が日本で国会演説をした。多分皆さん、誰もご記憶ないでしょう。そこで温家宝総理は、日本の ODA を褒め上げ、かつ小泉談村山団も含めて、日本の歴史認識問題の取り組みに対して、肯定的に、 非常にポジティブに評価をしました、えー。非常に大きな変化です。それまで中国政府は公式に日本の歴史の取り組みを評価したことはありませんでした。そこで温家カさんはすごい大きな弾を日本に投げてきましたが、まあ、2006年8 9、あの頃にそうした弾に打ち返すだけの力が日本側になかったということがあります。大変残念だなと思います。えーまあ、実はあの村山談話の遵守というのは 2008年の日中共同宣言に入ってるんですよね。そう書いてあるんですね。ですから、日本政府は村山,村山談話を取り下げられないですね、実はですね。えー、昨年の安倍談話のとき、いろいろ物議を醸しましたが、日本政府としてはあれ取り下げられないので、無理、無理なんですね。それは官邸の会議でもよく出ている議論で、新聞が、ね、それを言わなかったか私が理解できませんけど。で、2009年か2010年のこの変化です。 一番大きな変化はリーマンショックかなと。要因,要因はリーマンショックかと思います。アメリカがダメになるかもしれないとい。うう中国が考えて強い地震の自覚を持って60兆円と。市政の地震の対策費も含めて60兆という金を費やして国内、海外において大型の投資をし、中国が世界経済を支える時代に入りました。中国が あるいは新興国が資源の高騰等を背景にして世界経済を牽引したのが2009年から2012、3年ぐらいまでじゃないでしょうか。これはもう我々としても認めざるを得ないぐらい彼らの影響力が大きかった。世界が G20 の時代になるんだと一瞬思った時代ですね。この後2014ぐらいからですか、資源の値段が下がって、3年から下がり始めて、また違う時代に入って G7 が重視される。それが2014、5年。 ところが G7 の中の国のイギリスがブレイキンというの EU から抜けてトランプがっちゃったのが2016年という話で非常にグラ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 している状態ですその大きな地震がこの頃ですリーマンショックを受けて中国が公共投資を大いにやってそして先進国の力が落ちてこれこそまさに中国の時代が来るんじゃないかというような雰囲気になった頃でありました でリーマンショック以後中国が世界経済を牽引していくわけですけれどもこの頃に非常に大きなまあ楽,観楽観論があってこれ中国はいけるんだと思うんですがしかし中国はここで大きな壁にぶち当てますちょっとか中国もです、ね、力で押せるつまりこれだけ力を持てば世界全体が中国の方と中国に対していい顔をするんじゃないかというふうに考えたんですけれどもなかなかそう簡単にはいかないことに気づかされますそういう中で中国はまあちょっと なんて言いましょう。足を早めるのをやめて、もう一度世界を見ながらですね、グローバルな状況の変化に対応していこうとします。つまりリーマンショックをちょっと前のめになるんですね。ところがうまくいかないもんですから、少し引き気味になって次のような方向に転換します。一つはですね、グローバルな空間、世界の空間において何かと言いますと、中国はまだ 世界全体に秩序なり何りを提供するだけの力はない。これは中国が最も知っていることです。英語でスマートに話せる、あるいは議論できる外交官の数、これも足りない。中国の外交部の職員ととよく付き合いがありますけれども、彼らはきれいに分かれます。中国の外交部のジャ,ジャパンスクールの方々でお酒を飲んでですね、怒鳴り合いながら議論ですね。 それに対してジュネーブとかニューヨークとかにパリにいる方々はですね、大体皆さん、アイビーリーグかオックスブリッジかパリ大学かあの辺のご卒業の方々でありまして、きっとダンスもうまいんだろうし、ワインにもいい加減があって、もう英語ベラベラ、フランス語ベラベラ、そういう集団が一群います。非常にスマートです。ただ管理の数が足りない。そしてまた、ヨーロッパが作ってきた秩序ですね、その秩序に変わる概念もない。 よくですね帝国主義の侵略っていいますけれどももちろん、えー、学者は多くそれを批判してきましたがやっぱりここの中国やですねインドを含めて新興勢力が現れてくるとやはりヨーロッパやアメリカは偉大だったなと思うところがあるわけですねで何が偉大かっていうと主権国家とか国際法とかああいうルールを広げていくときに一応相手が言う文句とかですねつまり例えば、えー、条約とかですね万国際法とか広めていくときに 彼らははじめにオスマントルコに向き合って、エジプトに向き合って、ペルシャに向き合って、ずっと東へ行って、最後、日本だけですね。まあ、朝鮮だけですね。で、その状態の中で、ヨーロッパの国々はですね、国際法学者が集まって、違い法権とか領土,裁領土裁判、領事裁判権ってどうやってやろうかって決めるんですね。非常にそのインタラクションといいますか、ヨーロッパの国々にないところにですね、自分たちのルールを適用させていくときに、 適用させながら問題が生まれると、フィードバックして、調整して変えていくんですね。で、こう、なんとか違うヨーロッパ以外の地域にも受け入れやすいように変えていって、グローバルなルールにしていくっていう、そういう部分は、まあ、さすがといいますか、あのそ、それを帝国主義と言うんだって言われればそういうものですけども、なんかある種の寛容性と柔軟性を持っている。中国がこれから作っていくルールが、もしもしあるとすればですね、そうした寛容性、柔軟性を持っていかないと、所詮は中国語を話している人間にしか広まらない。 そうなります、えー、そういう中国語を話していない人にも広まるルールを中国は作れるのかという大問題に直面を今しています。この難しさは大変なものだと思います。そういう中でこれは無理だと。これは当面無理だと彼らは思っているはずです。数十年間は。ですのでグローバルな空間においては中国は協調路線を取っています。アメリカ、ヨーロッパとやると。えー、国連問題。 アフリカ問題、中東問題、環境問題、経済、緊密庁、こういう問題、いわゆるグローバルガバナンスの空間においては、中国はアメリカや東東と正面からぶつかり合うことを避けます。北朝鮮の問題もそうですね、国連に行った場合には、えー、うまく調整をして、一緒になって、まあ、決議の,そのレベルを少し下げますけれども、かといって正面からぶつかり合ったりしないということになっています。えー、ですので、米中関係は結構うまくいっていると。 あの日本ではネガティブに報道しますが、えー、皆さんぜひ、英語でもってネットに入ってみてください。あの米中が毎年やっている戦略会話で対話で、どれだけのことが審議される、どれだけのことが毎年決まっているか、えー、日米日中の日ではありません。えー、米中、けんかすることもありますが、決めていることもたくさんあります。そこを見ない,でいませんもう一つの面です。グローバルに中国は喧嘩しませんが 周辺との関係はだいぶ変えていく方向にあるようです。この方向性は習近平政権におって一層ドライブを張りました。でも胡錦濤政権あるいはその前から始まっている傾向です、えー。周辺外交という言葉で呼んでいます。中国の周り中国の周りとの関係です。えー、今日は平均年齢が高いので。 あの別に何を話してもいいし、最近の学生は冷戦って言っても通じないわけですね。えー、ソ連って言っても知らないわけですね。ブレジテンフって誰ですかってですね。毛沢東も知らないですからね。初めて知った総理大臣は誰ですかって言って、小泉さんならまだいい方なんですよ。ですよね。えー、今、2016年でありまして、えー、1996年に生まれた人が今、二十歳なんですからね。 もう数年すると恐ろしい時代があって小泉さんさえも知らないって最初に見た総理大臣が安倍さんとかってもしかしたらどうしようかと思ってますけどなかなかか大学で教員って珍しいもので分かりやすいもので自分の子供の時ぐらいまでは学生に対してやや厳しいらしいんですねやがて孫になった時にも何全部言うを上げたくなるという話を聞いたことがあってですねあのまだ私はそこの域に達しておりませんがあのそういう面白い話もございます。で この周辺外交ですけれども、その江沢民、まあ、1990年代ぐらいから始まったものと言われていて、えー、冷戦が終わるのが1989年、えー、1990年代初頭にロシアが崩壊しますので、その後に中央アジアにカザフスタンとなんとかスタンの国がたくさん生まれてくるわけですで。そういう中で中国は周辺の外交を一気に転換しました。えー、1989年に天安門があって、日本も含めて西側の国はまあ経済封鎖をします。極でしょうが、 1992年になって初めて韓国は中国と国交を結びます。それまで,では台湾ですね。シンガポールでさえも1990年だったかと思います。シンガポール、韓国、あるいはブルネイといった国々は、1990年代の頭まで台湾を承認してですね、中華民国を。中国としてあの、世界に台湾という国はありませんので、あそこにあるのは中華民国ですから。中国という国が存在するとしたら、台北か北京がどっちか選ぶわけですね。 で今現在台北、台北にある中華民国政府を中国政府としている国が世界に20弱あって、あるわけですが、この頃はまだたくさんあったわけです。アフリカなんかで言えば、南アフリカが中華民国と断交して中華人民共和国を承認したのが1998年だったと思いますね。まだこの頃は、そうした意味では中国にとっては周辺の国の中にも台湾の中華民国を承認している国がありました。そういう国々が北京をどんどん承認していくのが90年代初頭。 その後、先ほど申し上げた陸路の国境問題の解決。そしてア、ASEAN アとの関係。ASEAN アアプラスチャイナの関係を作っていき、中央アジアとは上海協力機構を作っていく。そういうふうにして、周辺の関係をどんどん良好にして、国境問題を解決して国境貿易をやります。これが新疆ウイグリや雲南や厚生中華族自治区の発展につながるということになるわけです。地図を見れば明らかですけれども、 えーえー、この雲南がここにありますし、新居があるで、こういう国境エリアからすると、この国境問題を解決して、その国境の向こう側との関係を作る、よく,よくするとで、えー、西部大開発という経済開発、西部っていうか、中国の西側だろうと思、全然にあってです、ね、中国の西部大開発っていうのは、東側のこの沿岸部地域以外全部って言いうんですね。 でですのでこの後世一番属地エリアから雲南新居この辺全体をです、ね、発展させていってと同時にこの国境貿易をやっていくとそしてこのエリアに持って高速道路と鉄道を作っていってコネクティビティを上げるというそういうことをこの頃から始めていくわけであります。でそうしたことをやる中で当然ながらとって政策は投稿業界でありまして主権や安全保障よりも経済優先というのをやっていき 先ほど申し上げたように、2002年には南シナ海の行動宣言をもって、領土問題を手投げにしたりしたわけであります。今、習近平は一対一ロ、ワンベルト、ワンロードなんて言ってますが、あれも基本的にこの集まりです。つまり、中国とこの東南アジアの国々の集まり、これが ASEAN アアプラスチャイナですね。そして中央アジアのこれ、これが、えーまあ、上海5から上海協力機構へと発展していったユーラシア。 ロシア、中央アジアと中国のまとまり。そしてここにサークという南アジアの集まりがあって、ここはあのインドがあるには緊張含みですが、まあ、一応連携関係を譲る。そして朝鮮半島の周りは国主協議であるという。そういうふうにして、中国は自分の周りの国との関係を良好に築いていくことに成功していくわけであります。まあ、海の方の側は依然として緊張状態と。とりわけ、日本、台湾とは90年代半ばからも、あるいはその前からも緊張状態にあります。 90年代頭に領海法を作って、えー、尖閣周辺のことに対して法律を作りましたし1996年に、まあえー、台湾周辺にミサイルを落ち込んで第二次台,台湾海峡危機器をやったりしました、えー、ただ我々として考えるべきところがあって、えー、1990年代の中国というのはソビエト連邦が崩壊した後の10年間なわけですね 社会主義がドミノ現象によってどんどん社会主義国が倒れていったとソ連や東ヨーロッパで社会主義の国がなくなっていく中でもはや残った国は中国とベトナムとキューバとあと北朝鮮がありますがといった国しかないわけですそういう中で中国共産党はどうやって政権運営をしていくかってことを多分真剣に考えたはずなわけですねですのでこの時期というのは中国からすると何とかして経済発展をさせていきながらですね 国民の支持を得る共産党ならについていけば豊かになれるという、そういう、まあ、メッセージを国内に送りながら、でも民主化を抑える、でも国際的にはうまく調整をして、そして、まあ、関係づくりをしたい、えー、ということをやっていたんです。ただ、日本がそのときにやった何かというと、天皇訪中です、ね、歴史認識問題の決着、95年、村山談話、これも同じです。 それで行こうとしたんですが、九十二九十五日本は大失敗します。天皇訪中でも村山談話でも歴史の問題の決着はつきませんでした。今中国が大好きな村山談話ですが、村山談話発表当時。日本からも書簡で中国に話がいっていますが、中国側は必ずしも芳しい返事をしませんでした。ええ、九十八年になって江沢民がやってきますが、あの時の江沢民の本日の姿は。ご記憶でしょう。日本の反中感情を一気にさかねしました。 2000年に入ってきて、潮機が潮機がやってきて、テレビ番組で一生懸命あの演技をやってですね。なんとか、半中国のに対する日本人の反中感情を抑えようとしましたが、無理でした。皆さんもお分かりでしょうが、もし内閣府にあ,のホームページにある外交に関する世論調査というページを見られますと、すぐ分かると思いますが、日本の対中感情は1980年代は7割が 7割以上が中国に親しみを感じるだってですね1980年代、えー、パンダがやってきたのは72年ですか NHK のシルクロード等々を含めて1980年代は日本の対中感情は極めてよかった、えー、大転換は1989年六四事件天安門ですね その後あと日本の対中感情の、えー、親しみを感じるファーパーセンテージが一気に50%以下に落ちましたそれ以降現在まで全く復活していません、えー、天安門以降あるところまではだいたい横ばいで親しみを感じる感じないが3割ちょっと前後で拮抗しますそしてあるところを境にして親しみを感じないが激増し昨年はあれ今年は 9割の日本人が中国に写真を感じない状態になりました。2005年ですね。反日でも、あれでもって一気に感じない方向に行ったわけです。つまり、日本の体中感情は1980年代は7割を写真を感じていて、89年に激減して、以後はきっ抗して、2005年に感じない方向に大きな感情が起きたということになります。えー、まあ多分元には戻らないと思われます。で 先ほど申し上げたように、この日中関係、非常に厳しくなるわけですけれども、その前にある感じで申し上げますと、中国は、えー、グローバルな空間と周辺の空間を分けて、グローバルな空間では中国としてですね、欧米と組みながら、えー、いろんな世界の秩序づくりに貢献をする顔をしていると。しかしながら、周辺においては、まあ、東京洋介路線は堅持しているけれども、かなり積極的な外交を展開し始めていた、これ、胡錦濤の時期なわけです。しかし、まあ、 この時期ですね先ほど申し上げたように日本というのは大きな問題になっていきましたということです200678910あたりに日本というのはとても大きな問題になっていってしまったということで先ほども繰り返し申し上げますと中国内部で発展重視するグループとつまり対外協情派ともう中国は強いんだからもう抑えなくていい主権の問題でも,もっと強硬でていい経済もあるけど領土問題 歴史問題を含めてかなり強気にいっていいというグループが2000年代後半に台頭してくるそういうグループからすると台湾の話そして尖閣の話あらゆるものが日本と関わるわけですですですので日本と強硬に行きたい尖閣問題はどうして歴史認識問題なんですかと言われるとこうですね中国の理解では尖閣は台湾に付属する島である 台湾は中国の領土の一部分である、従って尖閣も中国であるという、すまじい三段論法なわけで、じゃどうしてそうなんですかというと、彼らにですね、1895年の下関条約で日本が得た台湾に尖閣が含まれているという議論なんですね。これは歴史文章をどう見ても証明できません。できませんということを証明するのも極めて難しいんですね。 えないことを説明するほど難しいことはないので、我々としてはその、えー、彼らと議論をするときに、そ私、そう言うけど、下関条約の交渉過程で、陸奥宗道と宗つと李光翔は一体いつ、どこで尖閣の話したっていうといや、そういう記録はないかってんですねそういう記録はないが、それ以前からち、えー、尖閣は、えー、中国領土決まっていて、当然、台湾が近いから台湾の一部に決まっているとくるわけですね。 戦いようがないんですね。あの難しいです。ただ、下関条約のときに日中で議論している何かと言いますと、むしろ奉公党の範囲なんです。中国側は何を心配したかというと、日本が台湾と奉公を領有したときに、日本が奉公党という台湾の東西側にある島の範囲をどん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 西に延長してです、ね、福建省の沿岸にある金門島とかもと、そのとあの辺も全部奉公諸島の一部だと言い出すのを心配しました。ですので、下関条約にはですね、 宝庫島の範囲だけはきっちりと北緯南土統計なので書いてあるんですねですから当時は尖閣の話なんて話にもならなかったというのはありますただ尖閣が注目されていなかったわけではないんですねで、まあ中国ってちょっと日本では注目をされているどうしてかと言いますとこれは19世紀の末の話前半の話で 1900年代に入る前つまり年代、19世紀ですね、1800年代後半というのは太平洋分割が進んだ時代です。太平洋分割。これはあまり記憶、まあ、歴史でもあまり勉強しません。世界史の本でも2ページ分ぐらいしかありませんから。でも19世紀の後半というのは、特に太平洋においては島の分割が進みました。でどうしてかというと、もちろん領土が欲しいというのはあるんでしょうけれども、当時まだ200回りの話もありませんし。 やっと了解の概念が出るかじゃないかってことですね。彼らが目指したものは鳥なんです。鳥の羽ですね。えー、羽毛が欲しいんですね。でその島の上にいるたくさんの鳥をですね、捕まえるということ。また鳥の糞によって作られた林の地層ですね。それでもって肥料を作るということ。その林,林鉱石、まあ、林とですね、それから羽毛を目指して多くのハンターが島々に上陸しては、自分の国の旗をボンと出ていくということをやっていたのは19世紀の後半です。 南鳥島、鳥島、沖の鳥島というように鳥がつく名前が多いのもそのためですね。で、尖閣もその類いによって島に上陸をして、まあ、鳥を取ろうとした人がいました。そういう中で簡単に捕まってしまう残念な鳥がいたわけですね。それをアホウトリというわけですね。アホウは本当の話です。そういう名前でアホウトリと言われてしまった。で、その尖閣なんですが、この島がある種の焦点になるのが2010年でありました。 2010年に野田首相が、まあ、9月ですけれども、尖閣の国有化というのをやるわけです、えー。この次の図を見るとお分かりになりますけれども、2011年から10年、ここで大きく変化をするわけですが、で2011年から10年、ここがあの大きな転換のポイントになってくるわけですけれども、この野田総理による2012年の尖閣国有化というのと,とても大きな変化だと申し上げました。 それは特にこのポイントの後半のポイントで2010年のこの部分ですね、9月。ここでもって中国の方から戦国の周辺に入ってくる船の数、特に高船の数が激増します。あのこのグラフはあの海上保安庁のホームページにとてもわかりやすく載ってますので、そちらをご覧ください。タブレットですぐ見られると思います。私は何を言いたいかというと、私が考えているポイントは何がここじゃありません。ポイントはここなんです。 2008年12月、えー。つまりですね、2008年12月より前は、中国は一度も、一度も尖閣の領海に中国の公船、公の船を入れたことがありません。つまり、中国はですね、1971年あたりからですね、尖閣は日本領海とずっと言っているんですけれども、言っているんですが、まあ、実際の行動、まあ、漁船を派遣したりするんですが、 尖閣の領海の中までは公のフェ降りを入れたことがないんですね。それをやっぱり2008年の12月にやっちゃったんです。先ほど申し上げましたね。2008年、2009年、この辺りから中国外交が変化していく話。それに符合しているわけです。もちろん、この時の最初の2008年12月の行動は、もしかしたらあの船の船長さんの暴走かもしれません。実は2008年12月の8日の日はですね、 2008年12月13日に福岡で日中韓サミットがあったんですね。その5日前でした。おそらくそのサミットでもって、日中韓の融和的な雰囲気ができることを防ぐために、中国の保守派のです、ね、影響で船が行ったんではないかと、そういう政策もありましたが、いまだにクエスチョンですよく分かりません。しかし、一番初めの行動が、もしかしたらまあ個人的なパフォーマンスだったかもしれませんが、2009年に入りますと、中国のメディアがその時の船長さんを英雄扱いで祭り上げていきます。これはもう意図的ですね。 ですから、周りとしては2009辺り,りで大きな変化があるんだろうというふうに見ていくことになります。で、ここですね。なぜこれがあったか。で、中国も日本のメディアも尖閣国有化っていうんですが、日本の政府は一度も国有化とは言っていません。あれは単なる所有権の変換だという転換だというふうに言っているわけです。もともと尖閣の島の中には国有地であった島もありました。もともと国有地であった島もあるんですね。で、私有地である島が問題になりました。どうしてかというと、2008年の12月に中国が初めて、 公の船を入れていくそして中国の政策がどんどん変わる中で対外政策も強硬になる中で日本の一部の方々がこれは危ないと尖閣が危ないという話になって募金を集めて私有地であるしはですね国有地は買う必要ありま私有地を買おうとで買って東大を作ろうという話を始めていく中で民主党政権が判断をしてその私有地を買い取っていきましょうとで国有地にしてそういう東大を作ったりするのと,とりあえず待ってもらいましょうと。 ということをやって国有化というのを2012年9月にやったわけです。いわゆる国有化ですね。でこの時のボタンのかけ違いはすごいものがありました。ここから先は予測ですあのあ推測です。えー、外交文書は開いていませんので推測ですが、えー、いろんな人から聞いた話を総合しますと、おそらく野田政権が国有化を、いわ,いわゆる国有化をする前に中国側とは話ができていたはずです。つまり2012年の春段階においては日本政府は、 むしろ問題を大きくしないために国有地にしますよと、私有地を買って国有地にしますよという話で中国側の一部と話がついていたはずなんですが、ちょうどこの時期、2012年のこの時期ってどういう時期かというと、中国の人事のシーズンですね。つまり、胡錦涛政権から習近平政権へとちょうど変わるのが、この2012年の秋だったわけです。でこ,こから先も本当に分かんどうもですね 2012年の夏、まあ、北大河辺りから分かりませんが、どうも反応が変わったらしい。中国内部で、そんな日本政府による国有化なんて絶対に認められないという方向に話が変わる。こちらからすると、所有権を移すだけですよと言うんですが、中国から見ると、国有地にするということは、まるで領土化したように移るわけですね。よくよく考えれば、中国に私有地ってないんですよね。国有地イコール領土なんですよね。よくよく考えれば。 まあどうか考えたらいろいろ議論がありますけれども、そうした意味で中国側は非常に強く刺激するという話になって、2012年の8月あるいは9月の頭頃には、中国側から非常に強いメッセージで、日本政府に対して所有権の移行、あるいはいわゆる国有化はやめてほしいという話が来ているんです。ところが、野田政権はあの時もう決めてますので,で、決めていく過程でもって、中国側と話をして OK になったと考えていますから。 決めた後にやっぱりノーというときに日本政府は対応しなかったんですね。実はサミット、ウラジオストックであった APEC のサミットのときも、胡錦涛総理が農総理に相当強く抗議してるんですね。そのときも特に農総理は方針を変えなかったんですね。で、帰ってきて直後に国有化したんですけれども、その結果はこれです。突然、すごい数の抗戦が入り始める。これは現在に来るわけです。中国政府はこれをもって非常に強い不満を表しまして、 今現在ででもも日中関係は必ずしもいいわけではない。わけなただ、安倍総理がこれやったわけじゃないんですよね。野田政権がやったものをその後の12年の推移にできた安倍政権が受け継いだということになります。では、その習近平政権です。2012年秋に成立をしました。えー、な何が違うのか。古今東政権と 習近平政権っって何が変わったのかっあの実はあまり変わってないっていう見方もあるんですけれどもえ一番大きく変わったことは対外政策の面で言うと基本的に世界第二の大国としての自覚と行動というふうには動いているということがえ言えると思います。彼らにその資格があるかどうか別にして彼らの自己認識が変わり始めたということだと思います。 でえー、内政的な面でいうとこれは非常に面白いところがありまして、えー、習近平にどんどん権力と権限を集めていますでどう集めているかというとさまざまな小さい委員会なんかを中央に作っていっていますであの日本の研究者はこれすぐ疑ったわけですよね自分の周りにいっぱいワーキンググループを作ると周りで大学みたいだと。 総長みたいだと。総長が大ワーキンググループをいっぱい作るときって、なかなか自分の命令が下に全く行かないときにやるもんだと。えー、つまり、学部ごとの独立性が強くてですね、なかなか権限がいかないときに、とりあえずワーキンググループにワッと周りに集めてですね、それでやってしまえっていうのはなかなかうまくいかないもんなんですね。ですので、このときに私は疑ったんです。あのこうやって周りにいろんな子供の委員会を作るって、実は権力が弱いからじゃないかというふうに思いました。 ですので、2012から3年の皆さん、新聞等々をご覧にな,なると、すぐ分かりますが、日本の研究者の大半は、習近平政権というのは、そんなに強い政権ではないはずだというふうに疑ったんです。非常に面白いのは、ちょうど同じ頃アメリカの研究者は、習近平政権は非常に強い政権でしっかりしているというふうに言ったんですね。ものすごく大きな違いが生まれました。 よく,よく考えてこの辺の違いがですね、オバマ政権のあの頃の対中、優しいメッセージとですね、安倍政権の政策の違いにも関係したかなと思うときもあります。ただ、今から思うと、これは全然違うところを見てたからなんですね。といで言いまでと、アメリカの研究者は中南海内部を見てるんですね。つまり、中国共産党の上の方の人たちを見てるんです。 そうすると確かにいろんな委員会を作って、そこに人を集めてますから、それは習近平の周りに権力が集まっているように見えたんでしょう。ただですね、東大のこの中もそうですが、私どもですね、中国に行く回数とか、ちょっとやっぱり、ワシントンの方が北京に行くと全然違うわけですね。3時間で行けちゃうわけですね、中国に、2時間で。で、身の回りにいる中国の方もものすごく多いわけですね。私の何度はもう、英語なんかできませんので、どうしても中国の世界で生きてしまうわけですけれども、 中国語でいろいろ話をする機会もものすごい数になります。ですので、いろんな地域のいろんな階層の人とある程度は接することができます。そうすると、習近平政権をどう見てるかとか、あるいは中央政府が発した命令というものが本当に末端までいっているのかとか、そういうところに気づくわけですね。そうすると、確かに中央ではいろいろなことをやっているのは分かるけれども、 どうも地方や国家社会の方は習近平にそんなにいい印象を持ってないし、みんなそんなにちゃんと対応してないんじゃないのっていうふうになってくるんですね。で、それどころかですね、習近平は自らの力を強めるために反腐敗防止運動ってやってきます。で、反腐敗防止運動って何かっていうと、えー、こういうこと言って失礼ですが、腐敗してる方は彼女にたくさんいらっしゃるわけですね。で全部摘発しちゃうと大騒ぎになるわけです。ですね、これはとても政治なわけですね。えー、どの人を摘発するか。 摘発した後にどのような処分をするか、ここが非常に政治なわけですね。ですから、あのおそらくはあその、この情報を持っている、摘発できる情報を持っているのたくさんいるわけですね。で先ほどあげた温家法にせよ、誰にせよ、みんな自分の家族はもう本当にあの捕まりそうで、えー、中国に帰ってこれない親戚、家族、みんないっぱいいるわけですよ。ですから、そうした意味で言うと、誰をどのように、まあ、摘発するのかがまさに政治になるということになるわけです。 また地方についても話を聞かないということがある場合には、まあ、当然ながらまさに権力の、まあ、政治学でいう権力の源泉ですね。人事と財政。これを使って地方に対して権力の浸透を図ろうとしました。つまり、お前腐敗しているという話と、言うことを聞かないとお金をあげないよと、言うことを聞かないと次にポストをあげないよという、このもまさに典型的な権力政治を展開をしたわけです。えー、しかしですね。 地方のどこまでが中国の中央を見るかという大問題があります。例えば新王朝という王朝がありました。家康の試験をやっています。で、新という王朝は家康でまあ毎回毎回まあ豪華賞を出すわけですけれども、そもそも家康の官僚は満州にも赴任しないし、モンゴルにもチベットにも新疆ウイグルにも赴任をしません。 まあ、神教ですからにしません、えー、モンゴル、チベット等とは間接統治をしているわけですね。あくまでも佳境で受かった官僚層は、えー、いわゆる何とか省、広東省とか浙江省とかいう省のある地域にしか行きません。で、その官僚層は一体どこまで入り込めるんですかというと、県の県庁所在地までです。で、県の県庁所在地まで入りますが、 絶対に自分の故郷には赴任をしないという原則があります。ですので、その地域の在地社会まで知らないところに生かされます。で、多くの場合は言語が通じません。で、今現在私どもが中国語として習っているものは何かというと、えー、北京の官僚が使った北京緩和という言葉、ベジンコンフォアという言葉を習、ま、ず中国語としてやっています。この言葉は官僚に習う人間、官僚になる人間が語学として習得するものです。 ですので、可許試験を受けようと思った人、受けた人は大体この言葉ができます。しかし多くの人間はできません。えー、ですので、赴任をしますと、現地の人々が例えば裁判等でも置いていても何言ってるかさっぱりわかりません。必ず通訳が必要になります。何に頼るかといえば、現地にいる可許を受けた人たち、受けたことがある人々、あるいは、喪、え、に、ー、服しますので、喪に服して田舎に帰っている官僚、そういった方々を頼らざるを得ません。 でそうするとその在地のローカルな社会というのは基本的にローカルのその実力者に任せていくというそういう統治を新王朝やっていましたで新の最後の10年間でもってこの地域の実力者たちの層の中にズボッと手を突っ込んでいくこれが新朝の一番最後の近代国家形成なんですねでその瞬間に末端社会からものすごく強い反発が生まれていってで地方地方が中央政府の話を一切聞きませんとなっていくのが新外革命です 孫文のなんとかじゃありませんか地方、ですので、進学革命は地方、地方の省が独立します。で中華民国という国は、この省レベルから県のレベルがさらに下、県の内側に配慮すると。ですので、省会席などは、県の県議会を抑え、あるいは村々に入っていって、新生活運動をやるところに考えますけれども、なかなかそれができない。結局、省会席は省、まあ、レベルのエリートぐらいまでしか抑えられなかったですね。で共産党は何,が何をしたかというと、 土地改革がいろんな問題をやりながらまさにその中間でつまり国家と社会の真ん中でやっていたつまりその末端レベルの秩序になっていたような集団を階級闘争でもって片っ端から、まあ、粛清をしていったわけです共産党はまさにそういう中間の実力者たちを取り除くことによって農村レベルの末端まで入ることに成功しましたこれが共産党が王朝としては最高形態にある いうそういうものになてりまして、村の一つ一つまで共産党員がいるわけですね。これは、これまでの中国の秦始皇帝以来の王朝が決して成し遂げられなかった末端までの支配なわけです。ところがですね、共産党支配ももはやもう1949年から長く続いておりますので、そうなりますと、共産党官僚がですね、地方にもいるわけですね。そうしますと、今回の習近平の話も、人事権が及ぶのは、 省とかのトップ、将とか大きい市のトップだけなんです。その省にいる、その省で一生を終えるような、そういう共産党官僚層まで、手が、党の中央は手が届きません。そこが厄介なわけですね。各あ湖南省、湖北省、浙江省が省です。省レベルでまとまっている層まで力が及ばなくなってしまっているというところがなかなか厄介で、そんなことがあるのかと思いかもしれませんが、 えーまあ、ぜひ、あの中国語を習得されて、中国の地方地方の新聞等々からなると、非常に多くのコンフリクトが中央地方で起きていることに気づかされますし、中央地方のみならず国家社会で言えば、知識人がみんな習近平に非常に強い反発を持っている人もいました。かつ習近平はそういう反政府の言論が出れば片っ端から潰していきました。メディアを、つまりメディアというののの名字、性は党である。共産党の党ですね。 つまり同じことを言えと言ったりしました。我々からすると当たり前だろうと。中国のメディアの方々というのはニュースの配信の際に共産党の宣伝部、あるいは地方の宣伝局がニュースを上げるんですね。あの自由な報道って普通にないんです。ですので、中国の中央、まあ、今日宣伝部系のところからニュースを配信してもらってそれを流すのが基本です。ですので、ニュース編成権はありません。ただ、ただ、 メディアにしてもどこにしても社説であれば言えるとかですねそういういろんな抜き道があってその抜き道を一生懸命使いながらある程度自由な言論空間というものをメディアの中で確保してこようというのが、まあ、特に南方,南方週末とか南部の方のメディアだったんですねところがそういう人々に対してものすごい強い規制つまり宣伝部のもとにあって宣伝部のニュースを配信するという大前提の中でですね 言論空間を少しでも強めていこう、広げていこうと頑張って人たちのところにまでメスを入れて、そうした自由言論空間を広げたようなメディアに対しては発行禁止にしたり、あるいは編集長を突然クビにしたりしていったわけで、またネット上の中では恐縮罰って潰れましたけども、知識人が結構自由に体制を議論するようなネットのそういうページですね、封され出したりしたのがこの数年なわけです。そういう中で、天安門以後にですね、中国の中にあえてとどまって、 海外に行って、反中たち叫ぶんじゃなくて、中国の中の体制の中にいながら、体制を変えていくような運動をしようと考えた共産党員たちですね。共産党員は現在、9あ九千万くらいかな。8、9千万いますけれども、その中にも党内を変えていこうというグループがいるわけですね。その彼らの居場所がなくなっていってしまったというのがあります。大変厳しい時代です。 今日はテレビカメラがありますけれども、中国の大学なんでも、大体カメラが最近、教室の中に設置されて、学校の先生が何かを言うと、報告されて、言っちゃいけないことを言うと、捕まる、あるいは告白になるということが起きていますし、時々、この間、武漢であった事例でいうと、教室の中に一人、中国の中央の教育部から派遣された検査員がいて、その方のいる前で変なこと言ってたからすぐ捕まるということまでも起きていますし。 えー、こういうことを言っちゃいけませんよという言っちゃいけない内容というのがあって、その中には中国共産党の歴史観を否定してはいけないという話があってです、ね、私なんか何十回も使われてますが、あと、その、えー、普遍的価値を話してはいけないとかですね、そういうことを言ううにう自由民主、あと、権政も今ダメですね、憲法に基づく政治の権勢もダメという状態になってしまいました。昔はそういうことだめって言われたのまあ教室の中は自由だったんですが、最近は教室の中までそういうメスが入ろうとしています。 いずれにしても内政は非常に厳しい状態ですね。で軍事の面ですけれども、えー、人民解放軍への大きなあメスが入りました。これ大変大きな変化です、えー。特に軍を減らすということを習近平が言いました。30万とですね。で、イギリスも前に少し減らしましたけれども、日本の場合にもこれ大変な騒ぎですよね。えー、民主党政権、特に防衛大綱でもって、えー、陸上自衛隊の数を減らすといきにものすごい大きな反発があって、 自民党に入ってから修正をして、北方の自衛隊の方々を南西に移す云んでもって決着をしましたが、陸軍の数を減らすというのは大変なストレスというか、大きな反発を生むものであります。それがですね、江沢民もできなかったと、胡錦党もできないと、それか彼はできたんですねで。これはとても大きなことだろうと、今のところ言われています。でまあ、もちろん、ただ、軍全体の予算は減っていませんので、 要は、革命軍ってもともと陸中心ですから、陸中心の軍隊を陸海空、あるいは宇宙、サイバー等々を視野に入れたバランスの取れた軍隊にすると、また陸以外のエリアですね、空と海、あるいはサイバー、宇宙といった領域に習近平の子飼いの人間を広げていくという、そういう効果があるんだろうと思われます。これは未知数で、我々どうしても軍人にはアプローチできませんので、 え難しいんですが、えー、軍人の家族へのアプローチは可能ですので、えー、こっそりと知り合いを取って、軍人の家族やお、軍人の OB 等とかいろいろな話を聞くんですけれども、今のところ、軍に対して、軍内部から強い反発は起きていないと聞いています。この間、ちょっと手もありましたが、あれはもう受け取る年金の問題なので、ただ、われわれ外国の研究者は、こういうのはなかなか分からないんですが、えー、実は2年ほど前にですね、からですね、えー、人民解放軍系列のいろんな軍関係の新聞などにですね、 えー、早期退職に関するさまざまな制度、それから早期退職等をした場合の年金優遇制度、この辺が出始めるんですね、そうふむふむと、えー、多くの会社がそうであるように、この辺が出始めると、うーんって感じ、経、え、営、ー、大丈夫かって話になるわけですから、もちろん東大も今、いっぱいやってますけども、えー、そういうその感じがして、これはもしかしたらと思ったら、2015年あたりから始まったっていう、そういう感じなんですね。 外国の研究者がこういうのを読み取るのは難しいんですけれども、まあ、あの少なくとも別に変なあの裏,裏に回って情報を取るとかっていうことよりもです、ね、表に出ている普通の情報をちゃんと読み解くということで、ある程度まではあの接近できるかなという感じがしますで。経済については、これは習近平政権の非常に大きな課題です。先ほど申し上げたように、1990年代以降ですね、えー、中国はそれまであった共産党の正当性を調整したわけですね。つまり もともとは革命で自分たちが政権を取った。これ革命とても大きいわけですね。でもう一つ、ナショナリズムですね。中国人の誇りとかいうことを言うと。まあ、その習近平はですね、もう一個あったのは経済ですね、えー。ここに苦しむわけです。つまり、東小平ぐらいのところは、えー、革命と経済、ナショナリズムでこれました。習近平はどうもこの経済ではいけそうにないということが分かってきています、えー。習近平についていけば豊かになれるかというとですね、これは難しい。 北京大学、清果大学を卒業してもいい仕事がない。それどころかですね、結構いい会社に北京で就職しても、北京で家が買えない。買えるとしてもですね、分からないですかね、ファン・ューファですね、五貫路六貫路の向こう側になっちゃうですね。五貫路六貫路っていうと失礼ですが、埼玉の北部の、そういうイメージ。 になるわけです、ね、それは変えるかもしれないけど、うーんっていう感じの世界ですね、新幹線通勤ですかっていう感じの世界になってしまいます。で、これが非常にあの世,代の世代間の格差といいますか、認識差を生みます。今現在、私どもから少し上の世代っていうのは、中国の共産党のいろんなルールがガーッと変わる頃だったので、社会の単位です、単位性ってありましたけど、その学校の人間のもの学校の中に昔家があったわけですね。 その学校の中のマンションをほとんどただでもらったわけですよ。ただでもらっているものが、自分が例えば30歳ぐらいの時に、突然これ、あなたの財産になりますよって非常に安くもらって、で北京の一等地にありますからね、大学の中ですからで。それを売って、ものすごく儲かったわけです。それでもって、まあ、電車通勤で20分ぐらいのところにいいマンションを買ったわけです。これが僕らの少しの世代です。で、僕らの世代ぐらいで、まあ、なんとか頑張れば、電車通勤1時間以内のところにまあ家買えたという感じです。 ところが今の20代は無理だと思うんす、ね、そうなってきますと、えー、頑張る意味っていうのはほとんどなくなってくる。いわゆるサクセスラダーと言い,いまして、農村から出ていてです、ね、勉強する何かするが、頑張っていくと未来がある。まあ、日本には,日本はもう特にありませんけど、頑張っていくと未来があるっていうものがですね、中国においてもなくなってきてしまうという、そういうことに今直面をしてきています。何を作るのか。で、習近平は中国の夢と書いてですね、あの、でも夢がないことがあって最近言いませんね。 あの,あの方、スローガン、長々変えますあの、初めの頃に言ったあ夢がないとかって,って、この1、2年は彼、夢は言ってません、えー、偉大なる復興は少し言いますかね。で、6.7%の成長なんですが、今年しのに、えー、2016年の夏に IMF がレポートを出しました、えー、黄色信号です、中国経済。えー、IMF のと予測が当たるかどうかは別にして、責任にしてもどこにしても多くの人たちが中国経済危ないと言っています。あの 日本のメディアの方々は大体危ないって言って中国、中国経済は崩壊するっていつも言いますあれも多分違います。中国経済落下のも違います。大体真ん中、真ん中あたりだと思いますけどね、ある一定の条件をクリアすればよい。何かというと、国有企業という大問題があると。そこが問題ですよと。なぜかというと、中国というのは社会主義市場経済ってよく言いますけれども、これは政治が社会主義で経済が市場経済という意味ではないんですね。 経済も依然として社会主義なんです。特に経済のインフラ、まあ、鉄道にしても、飛行機にしても、道路にしても、エネルギー、石油にしても、石炭にしても、あるいは基幹産業、軍事に関わる産業、そういう部分は国有企業が全部占めているんです。金融、銀行も三大銀行、全部国有です。ですので、国有企業は優先的に資金を配分され、国家のプロジェクトも全部国有企業に流れます。 そしてすごいことに中国の中産階級の多くは国有企業職員なわけですね。そしてかつ彼らは共産党員ですので共産党の大な偉大なる評伝なわけです。ですので中国で経済発展して中産階級が育っても民主化はそう簡単にしないわけです。なぜならば彼らは体制の内側にいることでもって資源をもらっているわけだからですね。もちろん最近中国経済の比率でもって国有企業の 生んでいる富と、えー、民間企業と比べると民間が増えてきました。それで本当に民間企業で勤めている中産階級が増えてきた場合、彼らが圧倒的多数になった場合、中国社会、あるいは民主化、進むかもしれませんが、現段階では難しいのはそのためです。どうするのよく言う、世界、えー、GDP ですか、人々の GDP が運んぜんると民主化するもんだとかいう人いますけれども、それはちょっと違うんじゃないですかという感じなんですね。 そういう中で国有企業が何が問題かというと簡単に言うところですね資本の優遇を受ける制度の優遇を受けるつまり競争にさらされていない状態で発展してきましたちょっと中国経済が下向きになると競争力を持っていないそういう企業が危なくなるわけですそこをちゃんと合理化しましょうと人を減らしましょう整理しましょうとあそうですね当たり前ですねという話になるわけですができないです、えー 自分,に自,分自分に麻酔を打ったら自分で手術できません、えー、麻酔を打てない状態で自分でメスを持って自分の腹にぶつ刺すのかっていうそういう話です異常に痛みを伴いますかつ加えて中国の今のリーダーたちはそれぞれ利権と変わっています石炭利権石油利権ということはここにメスを入れるとああの方のお腹を刺すんだなとここをやるということはああいつかっていう中ですね つまり、この国有給配革も、自らの体にメスを入れるという話だけではなくて、これも政治になっちゃうわけですね。政治と経済は身分離ですので、一体化していますから、ここが非常に大きな問題になることになります。そして、財政も厳しい。中国は中央の財政はとてもいいんです、今。ところが、地方財政がまずい。 地方,地方で、もともとどうしたかというと、中国の地方というのは、もともと自分たちが持っていた土地ですね、土地をさら地にして、売るだけでボロ儲けてきました。北京市もそうでしたが、中国の地方自治体の収入の半分が土地コロナ禍したんですね。驚くなかれ、ねさまじいですね。その半分が最近減ってきています。まあ、幸い、この1、2年、また不動産価格上がったんでいいですか。そういう中で、地方財政も厳しい。 今、とうとう地方債を発行,発行してしのいでいます。えー、これはかなりまずい状態でありまして、地方が破綻し始めた場合に中央が裏,裏書きするのかというのが今大きな問題になっています。そして、今年来年2016、2 7はとうとう中国も人事シーズンですね。えー、習近平のトップ7のうち5人変わるのか4人か知りませんが、えー まあ、明文化されていない天然性を適用すると、えー、上の2人、習近平と、それから李克強以外の5人は変わるというふうになります。ですね、ところが、王毅山というですね、中央機密委員会でもって、反腐敗防止を進めてきた方、あの方は習近平は残しないようでありますので、多少そこが微妙ですし、何、えー、とも言えません。ただ、面白いのはですね、ここに来て、えー、習近平はいろんなことをやり始めました。王毅山に残ってほしいというだけではありません。 経済の面でもです、ね、不思議な政策を始めているんですね。不思議というか当たり前というか、地方における公共事業です。つまりですね、メスを入れるところがですね、地方財政が危ないので、とりあえずカンフル剤のようにして地方で公共事業をやって、瞬間的に地方の銀行や地方の企業や地方の実力者が設けられるシステムを作っています。どっかの国で見たことがある形ですね。 かつ加えて、最近中国が入っているのは、えー、いわゆる景気対策という言葉ですね。つまり、経済構造改革を進めることよりも、まずは景気対策が必要だ。だから、ジブジブでまず予算を組んで、地方債発行させて、公共投資やれ。そっちが言うですね。これもどっかの国で聞いたことがあるです、ね、話ですね。その結果、どっかの国がどれだけの国あの財政の、あれを招いたか、我々はよく知っていますが、 あの国も党と,うとう同じような路線に向かっています。ただ違うのは中央政府の財政が日本より多いというだけです。ただ財政の問題が地方に展開されています、向こうは。えー、早めに何とかした方がいいよと我々は言うんですが分かっているけどできないという状態です。外交の面を言います、えー。習近平政権は明らかに保守派の台頭の中で生まれていますので対外的には極めて強硬です。 主権と安全保障というのを全面に出して経済発展はもちろん重視しますが胡錦涛政権の前半のように東稿要介路線は取りませんし先ほど申し上げたように投稿要介という言葉は使ったことがないと思います、えー、口では明らかに協調体制といいますけれども主権や安全保障の面で譲歩はしないとも明言していますつまり主に海を巡る問題での情報は彼らはしようとしません でそのようにして、えー、グローバルな空間では、まあ、ああ強調するけれども、えー、周辺においては強行にやっていく。これは胡錦涛政権との流れと同じなんですね。ところがですね、最近習近平はもう一歩踏み込んだ感じがあるんです。この1年ぐらいですね。えー、一つはですね、このグローバルな空間での物言いの変化です。えー、この前にスライドを出しましたけれども、 どうもそのグローバルな空間では協調するというだけではどうもないそろそろそのグローバルな秩序に対しても何かしらの問題提起をしていく準備に入ったかなという感じをするそういう表現が出てまいりました例えば2016年7月常設仲裁裁判所で南シナ海の例の話がありましたね中国は完全に敗北したと言われてますけどもあれは何が,何が敗戦かというと えー、球団線なんですね中国が南シナ海について主張していた球団戦が真っ向から否定されたという話がまずいんですがその直後、えー、アメリカのライス補佐官がですね北京に飛んでいって、えー、習近平と会っていますその時に習近平がライスさんに対してこれからの、えー、中国はいや、ね、今の中国は国際的な秩序に一切挑戦なんかしませんと言ったんですねこれ非常にアメリカを喜ばせる言葉であったし えー、ライスさんあたりはは非常に喜んだはずですライスさんという方は非常になんていうかなグローバルガバナンス系大好きでありますので、えー、一番彼女が取り組んだネタの一つはエボラ出血で,す,でございますのであのハードパワーをめぐる問題よりも疫病とかのが大好きな方ですね、うん、でこれは非常にあのいいメッセージだなということもあったんですがしかし同月、えー、イギリスのです、ね、王立国際問題研究所というところですね このフエというですね、ちょっと保守的な傾向のある、全人代の外事委員会主任委員という方、女性ですけれども、この方が講演をしまして、次のように言ったわけですね。今現在世界にあるアメリカを中心にする秩序というのは3つの要素からなっていると。1つはアメリカを中心にする安保、安全保障である。この中に日米安保も含まれます。2つ目はアメリカの持ち出している普遍的価値、自由とか民主とかそういうものである。と で3つ目は国際連合、あるいは国連のもとにあるさまざまな組織や制度である。で、この3つの中で、中国が従えるのは3つ目、つまり国連と国連のもとにある組織の制度やその、まあ、秩序である、もうこれだけだっていうんですね。つまり安保の、安保システムは当然的だし、から普遍的価値これは無理ですよということを言ったわけです。これは大変大きな意味を持つわけですね。 で一番下からいきますけれども、何が問題かというと、もしです、ね、中国がグローバルには、えー、国連のところは従う、アメリカに従わないということを言っているならば、えー、これだけで済むならです、ね、常設仲裁裁判所、あるいは国連海洋法条約、それには完全に従うって意味ですよね。 ところが従わないんですよねですからこの「不英」の言葉だけでも多分足りないんですね。どういうことかと言いますと前に書いたとおりですね世界秩序に関しても中国は挑戦を始めていてグローバルな空間でも中国はある程度は自分たちの言いたいようにつまり国連中心のあるいは中国がある程度自分でハンドルできるような空間にしていきたいという意思を示し始めています。しかし中国は自分で秩序を作ることはまだできない。 ですので国連という言葉を取り扱使っています。しかし、自らの周辺については、どうもその限りではない。つまり、国連とか、あるいは中国が容認する世界秩序と、自らの手足の届く範囲、東アジアや北東アジアや東南アジア、あるいは中アジア、このエリア、ここはちょっと違うようなんですね。何を言っているかと言いましたこれです。G20、9月の半ばに中国の杭の杭州、反響でありました。 非常に大きなイベントでありまして、最高を使って大イベントがあって、安倍総理もいらっしゃってですね、どうも総理もあの前,日前夜の大パーティーに参加して、あの湖の上を歩いていくんですよね、板を張って湖の上を歩いていく感じで会場に行く、そういうのを作ってですね、そこを歩いた安倍総理が、あこんなことやられちゃうと、日本で G20 で,できないよねって言ったというか、言わないとかっていろんな噂が流れていますが。 その時にですね、G20 の場で、えー、オバマさんと習近平さんが会談をやりました、2日にわたって。1日目は非常ににこやかにパリ協定をめぐって握手をしました。2日目、お互いがいがみ合いながら、南シナ海のもので削れしました。この両面ですね、これは象徴的な場でありました。つまり、国連海洋法条約の問題、あるいは情勢調整の問題でもって、 中国は聞かないんですねつまり南シナ海のあの案件というのはもし国連のあるいはグローバルな秩序に従うというならば常設仲裁にも従うし国連海洋法でもって球団戦が説明できないならば中国は断念すべきなんです自分の言葉に従うですねところが従わないですので不エが言ったような 国連との秩序うんぬんには従うというのもそれはあくまでもグローバルな空間なのであって自らが手の届く周辺においてはその限りではないという正し書きがどうもついているようなんですね。ですので、えー、まあ中国としては主権の問題その点において、えー、グローバルな空間で言っている言葉というのは適用外であるということをまず一一確認ですもうつ大きな論点を提示します。 それはは、えー、政権には言わなかったもう一つの要素です、ね、それがですね、えー、アジアの問題です。えー、中国の胡錦涛政権は、まあ、周辺において積極的な外交をやる程度で済んでいましたが、習近平政権に入ったときに話が変わりました、えー。これはどう変わったかというと、習近平がアジアに対しては秩序を作る、つまりグローバルには秩序を作るのは無理だと何度も言っていますが。 自らのその周辺においては秩序を作る側に回るということを模索し始めたという点です。これまではアジア太平洋とかいう言葉を語るのは日本とかオーストラリアの先輩でした。日本は1970年代あたりからですね、福田ドクトリーにしても、お平さんの艦太平洋構想にしても、いろんなものを問題提起してきました。そこにオーストラリア、韓国、いろんな国も一緒にやってきました。今から20年ぐらい前に我々中国人と話をすると、 中国語のアジアってなんか変な感じがするんだよねと。中国ってアジアの国って感じがないんだよねという話などもあったぐらいですね。ところがですね、この習近平さんは自らが率先してアジアということを語り始めたのであります。例えば、アジア新安全保障官ということを彼は言いましたけどね。安全保障の面で、アジアの安全保障はアジアの国が担うという名言をしました。 これは要するにアメリカに入ってくるなと言っています。かつ、そのアジアにおいては中国が主導性を持つとまではっきりと言いました。これはアジアの安全保障のイメージを中国がまあ持ち始めたことでありますし、生きがい国であるアメリカに入ってくるなと言っています。これが一つの大きなことですね。習近平は各地でこれを言っています。また、えー、一対一路構想なんていうのもありました。それから 国際公共財ですね、インターナショナルパブリックグッズというものを提供し始めて、どうも派遣国、あるいは力を持った国というのは国際公共財と言われているものを提供するらしいと。19世紀はイギリスが金融の決済網を作り、そして電信網を作ると。アメリカは世界中に基地を展開し、云々管理でありますね。そういうことをやるんだと。どうもそうらしいと彼らは分かって、AIIB。 アジアインフラ投資銀行というのを作っていろんな資金を提供してアジア,のインアジアにおいてインフラを作るというものを提供すると。というふうにして中国がアジアにおいてイメージを作ったりルールを作ったりインフラを投じまあ、やるというそういう行動をかなり意識して始めるようになりました。つまり中国がアジアを語り中国がアジアを作るというそういうことを始めたのがこの習近平になってからだと思っていいと思います。 そう考えると、この南シナ海の問題というのは、このグローバルには一定程度まあ強調するとに対して、周辺では違うというのの,のぶつかり合い、その一つの大きなケーススタディでありまして、今回のドゥテルテさんとの和解というのは、あるいはまさにアメリカを排除して、アジアの国同士でやると。中国はアジアの中心としてお金を出してですね。で、フィリピンが寄ってくる。最高の例なわけですね。ただ、あんまりうまくいってません。 えー、その前に一つ失敗例があって、それは韓国ですね。えー、韓国はあの,あの国はあの国の立場があって、つまり朝鮮半島問題を解決したいで、えー、韓国としては経済面では中国に依存している。ですので、北朝鮮問題を解決する上で北京の力が必要だ、経済の面では貿易で中国に一番依存している、韓国の GDP は日本の GDP と違って貿易依存です、ですので中国にいい顔をする必要がある。 だからといって、パクネさんは北京に接近しました。ですので、パクネさんが日米、あと日本よりも北京優勢者のそういう背景があったわけですね。これは、北京から見るともう最高なわけですね。自らの、まあ、経済力、力を頼ってくるわけですから。かつ加えて、これ最高ですね。日韓の連合のところ切れますので、かつアメリカが、オバマ政権が最近、日本に対し日本や韓国に対して、同盟国間の関係を強化しなさい。と言い、 かつ同盟国の負担を増やしてですね、まあ、新しいリバランスでもっていろんな政策を言う中で、韓国と日本をこれは分断できるということでもって、中国は韓国をウェルカムしたんですね。そして中国としては、これはもう特別な待遇を与えようと、2015年の9月3日にプーチンと習近平と横にパク・ネさんを上げ,げたわけですね。これはもう中国としては最大のサービスなわけですよ。でも韓国はそう思ってないわけですね。 韓国としては、ここまでやってあげたんだから、当然北朝鮮を抑えてくれるよねと。で、プーチンと習近平さんと上に上がったって、あれはその、パクレンはも本当に意を決して、つまり、ワシントンあたりではあれは最悪って言われたわけですね。つまり、世界中がプーチン批判を強める中ですね、ウクライナ問題で。中で習近平と一緒になるわけですから、パクレンさんのイメージ、かなり問題なわけですね。それでもあえて韓国はやってあげたと思ったわけですよ。中国はパクレンやってあげたと思ったわけですね。 ですので、当然ながら、平壌の核実験なんか、中国は抑える気はない。もちろん、やると赤羽さんも言われれば止めるかもしれませんけれども、韓国に頼まれたからやってあげるという論理はあまりないわけですね。ですので、2015年の末に、まあいうこと、16年の頭ですけれども、核実験の話になってしまうと。そのとき、韓国は、なんだ、北京でも抑えられないのかっていう話になって、急にサードも含めて、また西アメリカにすーって寄っていくと。 中国からすると、きょとーんとしちゃうわけですね。な何と、我々われ、そのでんなことできるはずないじゃないかと。ですので、期待が大きすぎると、中国側は韓国に言っていましたけれども、そういうになっちゃう。ですので、私などが心配するのは、いろんなケースでもって中国にすーっと寄っていく国があるけれども、その何を相手が期待して中国に寄っていっているのか、中国側の方は分かっているんですかというのは、いつも問うている問題です。ですので、中国がアジアにおいて力を発揮するのも、そんな簡単ではないということになります。 東アジアの今、一番大きな問題は何かと言いますと、冒頭に申し上げたような大きな変容の中で、秩序が大きく変わろうとしているわけです。で、アメリカはまあ調整をする中で、何か、なんて言いましょう、新しい秩序を作るかもしれませんが、われわれが注意すべきは何かというと、この、いろんな議論があり,ありますので、賛否両論、いろいろあるんですけど特にあのいい悪い別にして。 今現在ですね、中国の周りにある線というのは、まあ、その朝鮮半島のある38度線を通ってです、ね、そして台湾海峡から抜けるこのラインに一応あるわけです。ここアメリカが設定している防衛ラインなけですね。でこれはよしやし別にして。でえー、ただ、このラインは朝鮮戦争の前後に出来上がったラインなんですね、事実上。で、その前ですね、まあ、いろんな議論はありますけれども、1950年の1月のアチソンラインは、 アメリカの防衛線というのは、対馬海峡から台湾の東側にありました。つまり、アメリカというのはもともとは対馬海峡と台湾の東側、ここまでしか守る気なくて、台湾の紹介石政権は守る気なかったわけですね、じめ。ところが、朝鮮戦争が始まって、ラインを変えて東に軍んと移したわけですで。このラインがどちらにあるかというのは、日本にとっては大問題になります。これはあの 基地がどこにあるかと,かという問題は、そういう話は少し別ですけれども、言いたいことは、アメリカも含めて、あるいは東アジアがどうなっていくのかと、まずアメリカの防衛性がどこになるのかという問題があり、中国がそれに対してどう出てくるのかということがあって、そしてかつ、トランプ習近平という、そういう首脳の,その性格があり、かつ、今から例えば数十年前であれば、日本と西側しか発展した国はありませんでした。東南アジアジの国よりもみんな キ GDP で3000、5000、あるいはそれ以上の国がいっぱいあるわけです。豊かな国がたくさんあります。そうした国々の発言権も非常に上がっている中で、どういうふうに新しいアジアを作るのかということ、で中国がアジアに発言し始めてますので、私の立場は AIIB にしても何にしても、なるべく噛んでいって、内側から牽制した方がいいと僕なんかは思うんですけどね、もちろんいろんな政府の立場があるでしょうから、それはあれでしょうけれども、えー、いろんな、まあ、中国がですね、 中国の自分なりのアジアを語る中でもってなんとか協調路線つまり相手の国の何を考えているかということを考えるようなそういうアジアを作っていかないといけないと思いますし中国にもそう働きかけていくべきだと思いますまたアメリカがですね一国主義をもし取っていくならばこれはこれで大変なことになります現代史であれば1970年代後半 ニクソンからフォードの時期にも少しそういう時期があったかもしれませんあの時には中国ではなくロシアソ連でしたけれどもそういう時代には日本と西ドイツがアメリカをサイト部分がありましたけれどもアメリカがもし一国主義に転換していくのようなことがもしあったらですねその時にどうするのかという非常に多くの,あの方程式といいますかあの問題がありますですので日米安保がしっかりしていて 何か何かというか定数がたくさんある時代の外交ではなくて非常に変数が多い時代になってしまってトランプでなければですねこんな大きな X にな大きい Y が来るは多分2020年代かなと思ってんですがトランプさんの出現によってその問題が5年から10年前倒しになってやってきたという多分そういううう感じだと思うんですねそうした意味でこの大きな変数を解きないやる必要があるので。 まあ、なかなか大変なわけですが、まあ、歴史も含めて、学びながら、対応していくということだと思います。ちょっと二三分オーバーしちゃいましたけれども、えー、これで、えー、終わりたいと思います。どうもありがとうございました。